この前工程っていうものを意識しなさいと。前工程、あなたが今やってる仕事、ね、例えば収穫やってる仕事は、収穫をするまでの栽培管理、その前の灌水、その前の播種作業、その前の土作り、その前の補助作業、前の作業があったおかげでできているんですよと。いいですか。この、袋詰めしている作業をやっているパートさん方は、誰かが、仕分けしてくれたり、誰かが予例で管理してくれたり、誰かが収穫したり運搬してくれてる、前工程の人がやってくれてるから助かってる、できてるんですよっていうふうに、前工程はもう自分たちにとっては神様なんだっていうふうな考え方、これがトヨタ式なんです。はい、皆さんこんにちは。 YouTube 農業大学へようこそ。いつもご覧いただきましてありがとうございます。農業ビジネススクールを運営しております山下博之です。さあ、ということで今日もですね、農作業しながらでも結構ですので、こちらの農を一緒に耕していきたいと思います。さあ、それでは本日のテーマはこちらになります。飛躍的に業績が伸びるトヨタ式導入の進め4回目ということで、今回はですね、この工程管理についてお話をします。まあ、ずっとね、このね、トヨタ式をみんな導入しませんかって話で、まあ、前回は平準化とか多農耕の話をしましたし、その前はね、無駄っていうものに気づいて、その無駄を一つ一つ排除していきましょうよ。で、そもそも仕事っていうものを見える化していきましょうよ。まあ、こういうことをやっていくことで、どん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 皆さんの業績がこう上っていきますよっていう話を今、5回にわたってやらせていただいています。私もこのトヨタ式っていうのをですね、実は知らなかったんです。で、知らなかったんだけど、なんとなく、工夫していきながらやってたらですね、いつの間にかこういうことやってたんですね。いつの間にか。で、私いろいろ農業や平成元年に親元就農して、まあ、スイカ作りからナスに変わって、その後ほうれん草に変わって、その後ベビーリーフに変わってって、約25年間自社経営をやる中で、品目を4つ変えているんですよね。まあ、その時の売り方やり方、時代に合わせてというふうにこう変えていったわけなんですけれども、まあ、その間ですね、実は20代の頃一度、まあ、親とね、喧嘩して家出した時ですね、季節従業員で、トヨタの、まあ、愛知県の、まあ、名古屋のね、トヨタの車の工場に実は勤めたことがあるんですよ。まあ、あんまりこの話もしてないんですけど、で、あの時はまあね、私もね、まあ、昔皆さん方がやっぱね、いろいろ親とやっぱね、いろいろ合わないじゃないですか。で、親もうちの親もすごかったからね、もうそんなんだったら出ていけって、まあ、よく言われてたんで、じゃあだったら出ていくよって言って、すぐ僕も家出して、まあ、行くとこないから、名古屋のね、季節従業員で、働いて、まあ、あの時やっぱりね、驚いたのが、もうすごい工業チックっていうか、まあ、当たり前ですけど、無駄が一切なかったんですね。で、無駄が一切ないし、あの時に実際トヨタの車のね、あれなんだかな、ハイエースだったかな、あの車の車体を作ってたんですけれども、もうね、ここ全部これ入ってたんですよ。でも当時そんなこと分かりませんよ、あとトヨタ式だなんて。で、後から農業やってて、何気にそういうね、やり始めたり、で、本を読んでいくと、あれ、これトヨタでやってたやつだ、あ、俺もやってたやつだっていうふうに、だんだん見たものと実践したものと本で読んだものがこれ全部つながったんですよね。で、あ、だからうち、非常に利益率が良かったんですよ、最終的に。で、なんで利益率が良かったかっていうと、やっぱりこういうふうに無駄を省いたり、平準化したり、見える化したり、効率をどん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 良くしていったからなんです。だから、あ、これはね、まあ、農業にも絶対取り入れるべきだと思って、まあ、以前ベンチャー企業でやってたところも、そのトヨタ式をこう導入してやったら、当然すごく効率が良くなった。まあ、いずれにしろ、これ農業だけじゃなくて工業業界もこのトヨタ式の改善というものを入れると、ものすごくやっぱ業績が良くなるって言います。で、同じように農業にもこれ応用できますので、まだ、そういうの知らなかったっていう方だったり、あ、もうすでにやってるよっていう方もいらっしゃると思うんですけども、これも間違いなく皆さん方のですね、農業事業がですね、飛躍的に改善しますので、ぜひ導入されてください。はい、ということで今回ですね、この4番目、工程管理についてなんですけれども、これ非常にシンプルです。この工程管理はですね、つまり例えば圃場整備して、土作りやって、播種やって、まあ、灌水やって、栽培管理やって、収穫して、配送して、配入して、
そして、作業場で一旦冷冷庫に入れて、その後仕分け調整作業して、まあ、梱包出荷するって、まあ、例えばこれ刃物の流れですけども、まあ、こういう工程があるじゃないですか、うん、でこの工程があるときに例えば収穫している人っていうのは収穫だけするパートさんっていうのは例えばほうれん草の大きさがバラバラになってたりすると、なんか収穫するときに選びながら切らなきゃいけないから容量が悪いわなんて言ってって言ってブーブー文句言ってるパートさんとかたまにいらっしゃったんですよね、僕がやってるときに。だけどもこの収穫をしているパートさんはどういう作業で補助整備したり土作りしたり破種作業したり灌水やってるかと実は知らないんです。知らないんですよね。で逆に言うと今度は種だけ撒く人、種だけ撒いて収穫作業は手伝わない、まあ、作業員がいたとします。その人は種を撒いたりトラクターで耕起したりするのはできるんだけど収穫することを知らない、もしくは収穫まではやるんだけどこの袋詰めをする仕事がわからない、これが問題なんですよ。これが問題なんです。で、なんで問題かというと袋詰めしているパートスタッフの、まあ、奥様方、まあ、女性だけじゃなくてもいいんですけどそのスタッフは何ちょっとこのほうれん草ちょっとなんかしなっとなっててちょっと袋詰めしにくいわなんていう方がいらっしゃるとするじゃないですか。で、その方はこの収穫現場を知らないからついついその収穫現場の人に文句を言っちゃうんですよね、うん、で やっぱり どうしてもその収穫用のコンテナにほうれん草が入っているんだけどきれいに取りやすいように入れてくれればいいのにちょっと向きがあっち向いたりこっち向いたりとかしてすごく作業がしにくいんですよ、この測ったり袋に詰めてる人たちは。で、なんでかというとこの収穫する人たちが袋詰めをする後工程、ね、この人がこの袋詰めする人からすると収穫する人は前工程ですよね。で、この収穫する人からすると種をまく人と作業は前工程になりますよね。つまり前工程が何をやっているかっていうのが分かんないパートさんや従業員がいるとこれ仕事がものすごく効率が悪くなるんです。逆に言うと今度は土作りやったり破種したりする作業の後工程に収穫というのがありますよね。で、この収穫の後工程に袋詰めっていうのがありますよね。で、この袋詰めしているパートさん、袋詰めして段ボールに梱包して出荷する仕事があるでしょ。この後何があるかというと取引先さんがありますよね。このこっち側には取引先さんがあるってことはそこはもうお客様なんですよ。お客様ですから私たち社長業というのはここの出荷するパートさんたちにはいいかときれいに詰めろよって最終的にねそれはお客様のところに届くやつだからねっていうふうに後工程だけどこの袋詰めしてる人たちは実際スーパーに並べてるところを見たことがないんですよね。例えば九州で作ったものが東京に送られて東京で店頭に並んでてもそれを見ることができない、うん、つまり後のことを想像できないんですよ。後のことで後のことをもし想像できるならばイオンで売ってある商品を今私たちは詰めてるんだということで最終的に店頭に並べられる商品を見ることができたならばやっぱ丁寧に袋詰めしたりしますよね。はい、今日何言ってるかというとこの工程管理というのはですね次の工程を考えて仕事をすることなんだってことなんです。これを、従業員さんに意識させましょうっていうことになります。もちろん自分自身もそうです、うん、でこのこっからここまでいわゆるその工程の流れっていうものを全員が皆さん方の農場にいるスタッフ全員がこれが把握しているとですねものすごく効率が良くなります。ものすごくパフォーマンスが良くなります。ですから皆さん方は、従業員さんそこにいるスタッフにですねどんな教育をしなきゃいけないかというとこの前工程っていうものを意識しなさいと。前工程あなたが今やってる仕事、ね、例えば収穫やってる仕事は収穫をするまでの栽培管理その前の灌水その前の破種作業その前の土作りその前の補助作業前の作業があったおかげでできているんですよと。いいですか。この袋詰めしている作業をやっているパートさん方は誰かが、仕分けしてくれたり誰かが予例で管理してくれたり誰かが収穫したり運搬してくれてるって前工程の人がやってくれてるから助かってるできてるんですよっていうふうに前工程は
もう自分たちにとっては神様なんだっていうふうな考え方、これがトヨタ式なんです。前工程をやってくれたから自分たちの工程の仕事ができている。もしここで誰も収穫しなかったら、あなた袋詰めしてる、あなたが収穫しなきゃいけなくなるんですよ。代わりに収穫してくれてる人がいるんですよ。いや、もちろん農業というのはもう、多農耕で1から10までやることが前提なんですけど、今分業していく中で、この分業として考えた時に、この前工程っていうのがいかに大事なのかっていうものを今やってるスタッフに理解させなきゃ。でさらに言うと、今やってる作業の後ろも意識させなきゃいけない。今収穫してる人たちは、この収穫したやつが予冷庫に入れられて、その予冷庫から袋詰めされてる。だから袋詰めしやすいようにコンテナに収穫コンテナに入れてくださいね。収穫するときはコンテナに入れてくださいね。今種まいてる人は、この収穫しやすいような種まきしてくださいね。土作りしている人、補助整備している人は、種がまきやすいように土作りしてくださいねっていうふうに、後工程のことを考える。なぜか、後工程はお客様なんです。そうですよね。もしここが全部分業で別々の会社がやるとするならば、次の仕事をにつなぐってことは、お客様からどんどんどん頼まれてるってことなんです。でお客様は1000パックちょうだいって言われたら、1000パック分をここで作ってるってことは、次はもうお客様なんですよね。でその1000パックを作るために1000パック分収穫して、1000パック分発注してるってことで、常にお客様にこうつながっていってるんです。お客様になんかちょっとまどろっこしい言い方しましたけど、この工程管理、次の工程を考えて仕事する、前の工程を考えて仕事するっていう、このたったこれだけなんですけれども、これを徹底していますかってことなんです。でこれを徹底していないと、もうセクショナリズム、自分のとこだけ、もう収穫しているパートさんも自分のことだけ、もうここしか知らないから、種まいてる人たちもここだけしか知らないから、これの話だけする、もうブツ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 って仕事がつながらない。もうそうなってくると社長さん大変ですよ。あっちでトラブル、こっちでトラブル、違う違う、全部これ一連の流れでみんなで製品作ってるんですよ、みんなでお客様に届けてるんですよっていう、この連帯感、この工程管理をですね、しっかりと皆さんがやらないと本当に効率悪くなります。でもしこれが、いや、そう、後ろの人がやりやすいようにこういう土作りしよう、次の人が、やりやすいようにこういう種まきしよう、次の人がやりやすいようにこういう栽培管理しよう、次の人が仕事しやすいようにどういう収穫をしよう、次の人が仕事しやすいようにどんなふうな予冷庫の入れ方をしよう、次の人が仕事しやすいようにどんな仕分けしよう、次の人が仕事しやすいようにどんな袋詰めして梱包しよう、次の人が喜ぶようにっていう、後工程のことを考える。そして前工程に、あ、これだけ丁寧に仕事してくれてありがとうね、これだけ丁寧にしてくれてありがとうね、本当神様だね、こんな風に神対応してくれてありがとう、この流れ、この流れができるようになったらですね、まあもう皆さん方のもう農場はですね、ブーンと飛躍的に必ず伸びます。まあちょっと難しいように感じるかもしれませんけど、工程を意識させる、これがですね、今回の皆さん方にお伝えする、飛躍的に業績を伸ばすトヨタ式導入進めの4番目ということでした。はい、ということで今回はこれで終わりたいと思います。次回はですね、いよいよ最後です。飛躍的に業績を伸びるトヨタ式導入の進め、いよいよ5回のなぜというふうなお話をしたいと思います。はい、ということで今回はこれで終わります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。もっと勉強したい、もっと学びたい、そして稼げる農業者になりたいという方のために、農ビジセミナーメール講座をお届けしております。今ご登録いただきますと無料でご相談に応じております。詳しくは農ビジで検索してください。一緒に農を耕しましょう。